試合後インタビューです。背番号21番、ゴールキーパー大石文也さんにね、まずお越しいただきました。どうもお疲れ様でした。お疲れ様です。はい、何から聞こうかというか、まあ、今日90分どうでしょう、戦って文也さん的に一番初から見て、ここ最近、前後半の立ち上がりのところっていうところで、失点してて、それをしないようにっていうふうに言ってたんですけど、そこで前半も後半も失点して、自分たちのサッカーがどうだとか、そういう前に、そこで、失点しているようでは絶対勝てないと思うので、今日はもう本当サッカー以前って言ったらおかしいですけど、サッカーなんですけど、本当にそのゲーム内容以前の問題で、本当自分たちで自分たちを、苦しめてしまったというか、相手というか、自分たちの自滅かなと思ってます。前半2分で、後半も多分2分ぐらいだと思うんですけど、その開始早々の失点というのはやっぱり何かこう原因というのはあるんですか？そうですね、もちろんやらせないようにシンプルにやろうっていうところは言ってたんですけど、一つのキックの、蹴り切るところだったり、落とす場所だったりとか、何気ないボールへの寄せの距離だったりとか、そういうところが、甘かったなと思います。対戦相手のボンズはどうでした？今日一緒に対決してみて。そうですね、毎年、手堅いというか、攻撃的でもなく守備的でもなく、バランスの取れたチームで能力の高い選手がいるっていうイメージだったんですけど、今日はその相手どうこうというよりは、本当に自分たちが、今日の自分たちの内容だったらどことやっても負けてたと思うんで、正直もちろん強い相手ではあるんですけど、本当に相手運のように自分たちが本当にひどかったなと思います。サッカー難しいですね。そうですね、昨日は栃木市でも勝利してますんでね、リーグ優勝を考えるとなかなか厳しいところに来てると思うんですが、ただ、2位という、大事なポジションもまだ争いがあります。非常に今ね、言語化するのは難しいと思いますが、今日見てくれた視聴者の皆さんに次の試合に向けての、次東京ユナイテッド戦かに向けての何かお気持ちがありましたらお伝えいただければと思います。そうですね、本当に自分たちでその可能性をすごく低くしてしまったっていうのはあるんですけど、本当に今日の試合もそうですけど、あと3試合、自分たちがもう本当相手関係なくどういうふうな姿を見せれるかだと思ってるんで、今日本当に今日見に来てくれた人たちには本当申し訳ないし、その現地に来れなくて、試合をライブ配信で見てくださった方にも本当につまんないと思われた試合だと思うし、自分たちもやっててこう、出し切れてないというか、うまくいかない感じがすごいあったんで、そういう試合をもう見せちゃいけないっていうのは、本当に残り試合、まずはそこで、もう本当に結果は、その相手もあって自分たちのあってのものなんで、そういう姿をまず見せないと本当に話にならないと思うんで、まずはそういう姿を見せられるようにちょっと、気持ちを切り替えて、やるしかないと思うんで、この1週間で3試合ですからね。そうですね、それも強豪ばっかり、ぜひはい、いいところ23、見せて、ドリフの皆さん喜ばせてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、試合直後インタビューですね。背番号、17番ミッドフィルダー黒石川明さん選手、そして18番フォワード加藤裕二選手ですね。お疲れ様です。どちらかというと攻撃的なね、お立場の2人なんですけれども、なかなか今日も苦しいゲームだったと思うんですけれど、裕二さんからいいかな。はい、はい、プレー時間ね、今日長かったと思いますけれども、どうですか、ボンズ戦、今日の試合、感想といいますか。先制点がどれほど重要かっていうような、ゲームだったかなって、簡単には言えますけど、そうですね、攻撃、かなり練習してきて、あまり。いい形ができなかったので、でもまだ切り替えてやるしかないですね。そうだよね、多分間違ってないと思うんで、あとは本当ちょっとしたシュート振るところだったり、トラップ何センチかのところだったりで、もう何点も入るような、もう本当爆発できると思うんで、また次いい攻撃できるように、苦労してますじゃあ探すので何話すか、ずいぶん研究されてる感ある、自分的には。いや、
ボンズの戦い方が、うん、あれがボンズの戦い方なっていうような感じです。研究というか、まあ、うちもこの戦い方だし、相手もこの戦い方でかなり硬かったですね。クロ選手は、今日は、はい、左のウィングですか、はい、そうですか、どうですか今日試合時間後半何分まで後半の15分とかですか、ね、あ、じゃあ結構スタメンからね出ましたけど、はい、どんな感想ですか今日の試合は。そうですね、やっぱりその失点の仕方っていうか、うん、こう入りの早い時間帯で1点、うん、2点って決められて、うん、で、ま、うちのやりたいってよりもどっちかっていうと、うんうん、その相手のやりたいこうゲーム運びにされちゃったっていう感じですかね、うんうんうん、あのここのところほら前後半もさ、もうキックオフしてすぐ点取られたりとかって皆さんすごい要注意して練習も取り組んでると思うんですけど、はい、それでもやっぱりこうやって取られるってのはやっぱり何かあれかね、原因があるのかね、俺よくわかんないんだけどさ、そうですね、自分たちも声かけて、うんうん、絶対そのもう何試合も何試合もってわけじゃないですけど、うんうんうん、そういう失点の仕方もしてて、うん、で気は抜かないようにっていうのは、まあ、声かけ合うっていうのもしてたんですけど、うん、そこで失点しちゃうっていうのは、うんうんうん、まあ、多分なんか全然今ちょっとパッと思い浮かばないんですけど、うん、そうですね、でもなんか多分理由があるんでしょうね、ごめんね、なんか変な質問して、あと黒選手は今日特にね、まあ、実況席でも聞いてたジョニーさんとね、左側コンビネーションだったけど、いつもだったらこう、あうんの呼吸で取るパスがさ、なかなか今日はこう行き違いが多かったじゃないですか。ああ、そうです。あの辺は何ですか、やっぱりここのとこジョニーさんがスタメンで出てないから、なんかこう、ずれてたの。っていうか、こう、多分、相手をこう、相手のサイドバックとサイドハックが来る中で、うんうん、2人でこう、ちゃんと外しきれなかったっていうか、マークを。で、なかなかお互い自由な状態でパスができなかったっていうのは、多分そのいつもみたいにこうつなげられなかった、まあ、原因もあるのかなっていうのは思います。はい、まあ、うまくいかない試合っていうのもね、それを考えるのもサッカーの僕ら楽しみの一つなんでね、はい、今日2人すごい悲しい顔してて、俺インタビューしてていじめてるような気になってますけどねですね、今週は3試合すごく大変だと思いますので、今日ボンズやって、来週水曜日エドリクで東京ユナイテッドで、その次の週ね、まあ、週末でだと思います、月曜日にね、南葛とね隣町ダービーということがありますけど、どうでしょう、エドリクに期待しているファンの皆さんにこう、まだ俺たちは死んじゃいないぜっていうことで ね、メッセージをいただけると嬉しいですけど、まあ、試合も守備もすごいいいですし、攻撃も、まあ、ちょっと惜しい形とかも作れてて、練習の時とかも結構爆発力とかがあるんで、まあ、そのもっと、もう少しアグレ、そうですね、ちょっと硬くなってるのか、まあ、何かあるのか分かんないですけど、本当に突き抜けてもう吹っ切れてやるしかないんで、それを爆発させる試合をエドリクで見せれればなと思います。黒さんどうですか、今やってる自分たちのサッカーっていうのは絶対間違ってないってこう、まあ、言い切れる自信はあるんで、もう本当にそこを続けて突き詰めて、ユージ君も言ってたんですけど、その数センチのパスだったりトラップだったり、そういうところで崩しきって点取るっていうのが自分たちのサッカーなんで、もっとそこを突き詰めてやっていきたいと思います。あの激出せってことでね、加藤ユージ選手、そして黒石川明選手、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ゲームを作ってた2人ということでね、その辺から聞きたいと思います。さあ、試合後インタビューです。背番号、6番ミッドフィルダー大北平選手、そして22番、ミッドフィルダー、今日は3バックの左手、宮田和也選手ね、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。試合直後でね、お疲れでかつ喋るのもすごい大変な状況ですけれどもね、結果も大変だったと思いますけど、まあ、ちょっと聞きたいこともあるんで来ていただきました。まずはタッペさん、はい、今日の試合感想、まず軽い感想でいいんですけど、まあ、最近ここ数試合すぐ後半の立ち上がり、前半の立ち上がりが良くなくてすぐ点取られたのも、まだ今回も前半後半1点ずつ取られて、まあ、これまでの相手とは守備の部分では全然違ったので、まあ、うちの良くないところだけが出た試合かなって思います。
前半2分、後半2分ぐらい、そうですね、立ち上がりだもんね、はい、でもなんか集中してないようには見えなかったけどね、あの集中してないわけではないと思うんですけど、うんうんうん、まあ、どうちょっとまだ映像も見てないんで、まあ、そうですね、はい、あずやさんどうですか今日の試合は。まあ、相手も多分研究してきて、うん、まあ、ジョニー君のところがドリブルすごいからそこにすごいマーク来たり、うん、まあ、僕とかだったら縦パス狙ってるからあんまり突っかからずに間締めてきたりみたいな、うん、そういうなんかちょっと研究されてるのかなって思う試合がありました。そうだよね、相当こう今日お二人ともねプレーメイクというかねゲームをなんとか作ろうと頑張ってたんですけど、どうですか、うまくいかなかった？自分としてはもうちょっと、うん、まあ、散らしながら自分が入っていくタイミングをもっと作れたら、うん、やっぱシャドウ、うん、ちょっと一個前のチトに入った時に、うんうん、やっぱシュートを打てるタイミングは多分あったんですけど、そのシュートブロックに対しては多分結構来てたんで、 あそこでもう一個自分ボランチが、うん、入り込めるような、うん、まあ、ボールの回し方だったり、うん、選手の入り方ができればもっと、うん、まあ、いいチャンスみたいなのを作れたんじゃないかなと思うので、うん、それがちょっと今日は、うん、まあ、後ろで回してるのは多かったんですけど、うん、そうだよね、はい、ちょっともうちょっとゴール前の方に入っていきたかったなっていうのがあります。タッペさんカウンターでさ一回ペナルの中までこう入ってた場面あったじゃん、後半かなの最初の方ですか、ね、あ最初でジョニーさんにさ一回こう出した、 あ、はいはい、あれなんか数的のなんか動作が有利だったからタッペさんが中にカットインしてシュートするのかなとか思ったんだけど、そういう選択はなかった。まあ分かんないね、後で映像見てちょっと、うん、はい、俺がジョニーだって感じで入ったらいけたのかなとか思ったんだけどさ、まあ、確かにそれも、まあ、ちょっと自分より全然ドリブルっていうか仕掛けるドリブルは上手いのでちょっと頼っちゃった部分は、でも達成さんも相当上手いと思うぜ、いや多分1対1みたいなのそんなにまああのね、上から見てるとね素人は何とでも言えるんですけどね、わかりました、ありがとうございます。あのなかなか今日2人がね一生懸命プレーメイクしてね、あのチャンスつかもうと思ったんですけど難しかったのはねよくわかるんですけど、この後ねあの1週間に今日入れて3試合で、まあ、ほぼ連チャンって感じになりますよね、あのエドリク、次ユナイテッド戦、そしてその後南葛と隣町ダービーでありますけど、あの YouTube 見てくれた皆さんに一言ずつ何か言っていただけると嬉しいですね。まあ、はい、とりあえずもうかまあ、まだまだ勝つしかないので、うんうん、まあ、次もユナイテッドで多分そうです、ね、上位争いなので、うんうん、絶対勝って3連勝して終わりたいです、はいはい、ありがとうございます。今日はあんまり立てさんいじめなかったです、はい、どうですか和也さん、まあ、多分上に行くチームは連敗しないと思うんで、うん、ちゃんと次勝って、うん、この3試合連戦を、うんうん、ずっと勝ちで連勝で終われるように頑張りたいと思います、うん、はい、ありがとうございます。カズヤさん、そしてタッペイさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お前と言われた市川優馬さん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ですよ、不機嫌でね、それから、坂上大輝選手ですね、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます、はい、まず優馬戦ですかね、負け試合は本当にね顔体全体で悔しさを出す優馬さんなんですけれども、今日の試合どうでしょう、感想というか振り返ってみて。感想ですかね、まあ悔しいですね、なんか最後試合終わったってセンターサークルで倒れて立ち上がれなかったじゃん、うん、そうですね、悔しいですけど、まあ、切り替えてやるしかないと思うんで、右サイドでね、結構ね、前半から積極的にこうクロス入れて攻めて、あの、ユーマさんらしさが随分出てたと思うんだけど、なかなかボンズを攻略するの難しかったですか、クロス入れても跳ね返されてみたいな感じで。そうですね、ボンズがどうっていうよりかは、うん、まあ、自分が、うん、多分フリーで上げたクロスもフリーだったのに、うん、で、中2枚入れて、うん、多分自分がちゃんと上げてれば1点だったんで、あ、まあ、普通に自分の、うん、プレーの質が低かったって感じですかね。わかりま
ました。で、坂上選手ね、今日3バックの右ということで、はい、3人で、ね、まあ、いろいろ見ましたけど、いかがでしたか、この試合の感想は。まあそうですね、うん、ちょっと怪我っていう形で前半で終わっちゃったんですけど、うん、あ、そっかそっかそっか、まあそこは本当、うん、チームに迷惑をかけたと言いますか、うん、まあ、個人的にもっと戦いたかったし、やっぱりああいう形で立ち上がり失点したので、うんうんうん、やっぱりディフェンスとして責任感じてたので、うん、やっぱりもう一回切り替えて、やろうと思ってた中での、うんうん、ああいう自分のなんていうんですか、やっぱり相手の置く位置とかを判断ミスして、うん、裏に出られて、うん、自分の対応のせいから起こした怪我だったので、うんうんうん、まあ、ちょっと反省と言いますか、うんうんうん、すごいチームというよりかは僕はちょっと個人的にすごい自分に対して怒りというか悔しさというかそういうのが今あるかなって感じです。まあ、伝えられたら言ってください。まあ、落ち込んでても勝てないんで、もうやることをやって今日終わってからすぐまあケアするなり、もう帰ってからすぐやること全部やって、もう多分もう上手くならないと思うんで、うん、あのこのもうあと2日ぐらいじゃ、そうですね、うん、多分もうそれ以外の気持ちのとことか、うん、意識のとことか、うん、本気さとか、うんうん、ふみさんも最後言ってましたけど、うん、そういうとこだと思うんですよ多分、うん、どれだけ自分でそこにモチベーとして、うんうん、気持ち作ってできるかなと思うんで、まあ、それはもちろん自分もですし、それが11人いた試合が多分前のボンズの試合だったと思うんで、そうですね、そうですね、まあ、まあ、あれが正しいわけじゃないですけど、まあ、あの時は、まあ、正直やってて負ける気もしなかったですし、あれができれば多分自分たちのサッカーもできてってことだと思うんで、うん、どうにかというかもうやるしかないんで、もうサポーターの方も応援してくれてる中で、まあ、結構がっかりさせる結果が続いてしまって、うんうん、もうこれ以上はちょっと自分らも持ち込みたくないですし、そうだね、まあ、優勝とかさそういうの一回置いて、もう目の前の、そうっすね、まあ、結果がどうあれ、うん、まあもう負けたくないですね。そうですね、3試合ユナイテッド歯むき出してくるぜ絶対、頼むよ、負けるわけいかないよ、リズムで絶対勝ちます、はい、大丈夫です。はい、ファンの皆さんにね、大輝さん一言。はい、はい、もう本当に落ちるのはここまでにして、うん、そうですね、もう本当に選手もそうですけど、うん、やっぱり応援してくれる皆さんも、うん、下向くのはもうなしで、そうですね、しっかり応援してもらって、はい、それに応える形で僕らも精一杯死ぬ気でぶっ倒れるまで戦うんで、そうだよね、俺たちが落ち込んじゃダメだもんね、はい、わかりました、一緒に戦ってくれれば思います、はい、ありがとうございます。じゃあ大輝さん、ユーマさんでね、あのこのエールだと思って俺たちももう一頑張りしますんでね、今シーズン最後まで戦いに行きましょう、はい、はい、ありがとうございました。はい、試合後インタビューです、直後のね、はい、小松幸監督を捕まえて、はい、インタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。今シーズンの中でも難戦というか、はい、まあ、見ててなかなか難しいゲームだなと思ったんですけれども、まあ、どうでしょう、監督としてどんな試合になりました今日は。まあ、前後半ともにああいう失点してるんで、うんうん、まあ、自分たち難しくしちゃったっていうところですかね、うんうん、まあ、相手のこう相手はもう先制点取って守りたかったと思うんで、はい、やっぱそういう風なゲームになってしまったっていうところが、うんうん、まあ、もう自分たちのせいですね、うんうん、はい、しょうがないですもん、はい、あのここ何試合か、試合が始まる前後半とも始まった直後に何かこう取られるっていうところが共通してるじゃないですか、うん、はい、で、はい、毎試合ね、皆さんそれはすごく反省して、はい、注意深く次はやらないようにっていう、まあ、頑張ってらっしゃると思うんですけど、うんうん、それでもやっぱ連続してしまうというのはやっぱ何かこう理由みたいなのがあるんですか。まあ、集中してないわけではないと思うんですけど、うん、でもやっぱり一人一人がそこの準備とかっていう部分だと思うんですよね、うん、はい、まあ、チームとしてっていう部分もあるし個人としてっていう部分もあるし、うん、まあ、そこを、まあ、求めてないわけじゃないし、うん、選手たちもこう選手同士でも求めてはいるんですけど、うん、
まあ、それが出ちゃってるんで、まあ、結果は全てなんで、はい、まあもうもっとやるしかないです。はい。はい。いや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 、まあでもそれはまあやっぱり、うん、今のチームの力だと思うんで。はい、ファンの皆さんもやっぱり、はい、特に YouTube なんかご覧になってる方も、はい、もったいないねっていう、ね、いやいやいや思ってる方すごいたくさんあってね、いてね。いや、うん、本当そうですね。いやもう本当開始1分2分でリードされた状態からゲームスタートしちゃってるんで。はい、はい、はい。で、まあ自分たちでこう、なんですかね。まあ、焦りもやっぱりだんだん出てくるし、うん、っていうようなゲームに持ってっちゃったんで、うん、相手はそういうゲームにしたかったと思うし、うんはい、特にこういうボンズさんみたいな、うんまあ、こう狡猾な下だからチームにはやっぱり粘り強くやっていかないとっていうところがある中で、うん、自分たちからこういうゲームにしちゃったんで、うんはいまあ、また次ユナイテッド南葛つくばって、まあそうですねはい、まあもう同じことを繰り返したら上にはいけないんで、うんはい、もうまた次改善、まあそうですね、改善するしかないんで、うんはいまあ、何か原因は絶対なんですかね、しょうがないとかで済ませちゃいけないと思うんで、はい、改善します、はい、優勝前提にしたことを考えた場合、はい、今日の敗戦は非常に厳しいと思うんですよ、はいでまあ、目標の再設定じゃないですけれども、はい、例えば2位を確保するためにあと何をしなきゃいけないかとか、はい、多分そういうのもあると思うんですけど、はいはいはい、この1週間3試合、はい、大体行われますけど、なんかファンの皆様にお伝えしたいこととかありますか？そうですね、もともと JFL 昇格っていうところを目指して、はいまあ、その優勝もそうですけど一戦一戦戦うっていうところはそれは変わらないんで、うんまあ、なんか勝ったからとか負けたからじゃなくて、まあ、あと3試合1試合1試合もう別に負けたからどうこうじゃなくて、うんはい別に目標がここでじゃあ優勝難しくなったからどうしようじゃなくて、うん、別に今日負けたからどうってことをよりも、うんまあ、次勝つ、その次も勝つ、その次も勝つだけなんで、はい、そうですね、その先に、はいまあ、結果は出るんで、はいまあ、そこをちゃんと受け入れてっていうところで、はい、もうあと3つ勝ってどうなるかはもう相手次第なんで、はい、僕らができることは3つ勝つための最善の準備とかっていうところは、はいずっともう後期入った段階から言ってきたんで、はい、別に今日負けたから何か変わることはないです、はいはい、皆さんね、ぜひ、はい背中を押していただければと思います、はい、どうもありがとうございました、はい、松監督でした、はいはい、すいません、情けないゲームで、はいはい、次頑張ります、はい、ありがとうございました。